さあ再開です。あれ全員気力充実だ。ほえやっていきましょう。現れた最終兵器の第2夜2話違うな、パート2なんつうやの、その2かな、第9か第10話のその2です。はい、前回はまあいろいろだな、いろいろありました、いろいろありました。マリアの風呂をシャワーを覗いたり、あやめさんがどうのこうのだったり、魔人鬼を見せてもらったり、演劇の魔人鬼とコーマについて振り返り、魔人鬼封印された聖魔女を吹き放つカビキか、そして善なる者が使うことにより強力なコーマの力を抑えることができる。コーマ、はるか昔より人間と戦っていた人外の者たち、クロノス界とは比べようがないほど強敵だ。奴らが魔人鬼を手にしたとき、今まで以上の強力な力とともに地上に溢れかえ、そうなったらもう俺たちだけじゃ抑えきれない。魔人鬼だけは渡すわけにはいかないな。読んでいく。覇者の力について。覇者の力、サクラ君の父親が持っていたとされる霊力、覇者の力を受け継いできたと言われるジング・シング寺家。父親は力を使う方法を教えずに死んでしまった。なんか随分さっぱりだな。聖魔城について。聖魔城、400年前に封印されたコーマの城。数百年前ってさっき言ってなかったか。敵の目的が聖魔城の復活にあるなら、奴らはどんなことをしても魔人鬼を奪いに来るだろう。何としてでも地下倉庫を守らなければ。とりあえず気持ちの上で整理がついたかな。まあ気にかけるでしょう。だが待てよ、何か引っかかるな。長い長いよ大神さん。魔人鬼を守るということは帝都を守るということ。帝都を守ること、それは我々帝国歌劇団の使命。魔人鬼はその性質上常に監視を必要とするからこそここにあるということか。覇者の力の影響。覇者の力、使うことができるのはごくわずかの血統による人々。神宮寺大佐、桜君の父親が覇者の力を使ってコーマを倒した。そしてその時命を落としている。人の命を奪うほどの力なのか。コーマ戦争。コーマとの戦いで神宮寺大佐、桜君の父親が亡くなった。それから山崎慎之助少佐が行方不明。二人ともどんな人だったのか。漁師甲冑もなしでコーマと戦った対コーマ部隊。もしまたコーマとの全面戦争が起こったら、コーマ戦争を再び起こすわけにはいかない。一人ごと、一人ごと。あ、さくらくん。すね取るし、左下のウィンドウは起こっとるし、非常にこう、プンツカしてますね。めっちゃ追求するやん。めっちゃ追求するやん。いや、違うんだ。じゃあ行ってください。私だって花組の隊員なんです。どうしよう。え、ほらあだ、だ、だ、じゃ、じゃ、行っちゃいけない。どうやら敵の狙いは、いい、言っちゃうの。言っちゃった。まあ言うわ。俺だったら言うわ。隠し事しないもん。俺が大神一郎が俺なら言うわ。隠さないわ。隠し事したくない主義派だから。隠し事をしない、たとえそれがまあどういう結末になろうとも隠し事をするよりはいいだろうっていう。一緒にコモ戦おう。いいんかこれで。絶対に誰にも言っちゃいけないとか言いながら。優柔不断じゃない。あやめさんは初めから眼中にね。でもすみれも可愛いんだよな、本当のところ。まあまあ無理にならんと。しかし変やな大神さん。まだ何かうちらに隠しとるで。ペラ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 大神さんになってる。ペラペラ。まああれだな、桜くんぐらいだったら何でも
何でもできれば何でも話したいっていうな。私には分からない。私は一体どうしたっていうの。怖い顔をしている。何を悩んでいるのかしら。ふふふ。あなたは一体誰なの。ふふふ。私忘れてしまったの。すぐに分かるわ。怖い怖い。おい、ホラー要素が近づいてきた。もう少しだ。なんでそんなとこにいるのかな。しかそこにいるな。はっ、好きだな。はっ、出撃せよ。最強のコーマが目覚めるまで邪魔な小娘どもをかく乱しろ。かくらん、かくらん。はっ、承知いたしました。典型的なの、そばに控えてる人みたいな感じだ。あれ、イノシカチョウの蝶は人間どもや、もうじき貴様らの存在を地上から消滅させてやる。赤き月、うん、そして闇、破滅、新しき世界の序曲にふさわしい。この人の目的がいまいちよくわからん。あなたも人間なのでは。わからない。何かが私を。危険だ。あやめさんを拘束しておけ。縛りつけておけ。目覚めの時は近づいている。さあ覚醒するがいい。どうなってしまったの。私どうなってしまうの。怪しいぞ。よみがえる。さ、さ、私、本当の私、私は一体誰。赤い月か。不気味な夜だな。あとは地下を見回ってと。地下の方は大丈夫かな。ん、どうしたんですか。うく、う、大丈夫ですか。う、う、どうしたんですか。うわ、あー、なんてパワーなんだ。誰が見てるんだこのカメラは。このカメラは一体。ひー、怖い。あ、あやめさん、う、ぐ、く、くわ、く、か、息が、振りほどけ、腹を蹴れ。2位だ、2位で、膝で抵抗する。抵抗しよう。呼びかけても無駄だ。ちょっとダメだ。なんて力。ちょっと呼びかけるのが正解だったか。急げ急げ。このままでは魔人気が奪われてしまう。え、なに、天神さんが。グググ。あやめさん、やめてください。ギホギホ。俺もすぐ行く。いいから行け。説明だと。早くあやめさんを。いや、ノーフォローは良くないでしょ。大神くん、ごめんなさい。私、魔人気が気になる。やめさん、全然大丈夫じゃない。やめさん、もしも私に何かあったら、その時は迷わずその銃で私を撃って。どういうことですか。行きなさい、大神さん。大神くん、これあれか、エヴァンゲリオンのパクリか。エヴァのパクリか。エヴァがパクリか。違うわ。
何が違うというのでしょう。10分ですね。微妙。まあこのまま行っちゃいますか。いや、ここまでにしときましょうか。次回戦闘パートは、まあ一旦ここまでということで。